こんにちは、あるいはこんばんは、岩田院長です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。なかなかいい質問ですね。これ僕こういうの好きなんですけどね。はい、質問を読んでみたいと思います。おつから、あ、もうごめんなさい、噛みました。もう一回やり直します。質問を自分で編集点作ろうとしちゃった。はい、質問を読みます。お疲れ様です。こんばんはからのこんにちは。いやね、こんにちは、あるいはこんばんはなんだよね。はい、いつも楽しく拝見させていただいております。早速質問なのですが、もういいやと人に対して思うときはどんなときですか？30代院長かく言わん動画、好きな女よりということですね。はい、いやー、そうか。いやーね、いい質問ですよね。なかなかこうパッと即答できない質問っていうのは僕にとっていい質問なんですけど、結構ね、いいやと思ったら本当にバーッと切っちゃうんですよ、僕。もう二度と関わらないっていう。はい。だから、別れた恋人とかも、一生関わらないつもりになるわけですよ。もういいやと思ってから別れるんで。はい。でね、僕はね、一番それを判断する上で、まあ、キーワードっていうか、これやられるとなっていうのは、まあ、学習しない人ですね。学習しない人。で、人間は誰しもミスをするし、完璧な人間なんていないので、繰り返し同じミスをすることもあるでしょう。はい。で、例えばこれこれこうしてくださいと、ね、言ってても、スタッフとかにもね、こう言ってても、うっかりしちゃったりとか、まあそういうのはあるでしょう。はい。で、僕はやっぱりね、ジョジョの奇妙な冒険信者なので、二度言わせるなと。同じことを二度言わせるなって、はい、まあ何度でも言うんですけど、結局同じことのミスはするんだけど、で、じゃあ3度目になったら何するのって、3回言わせた場合はですね、メモを取れって言いますね。はい、これから何を言ってもメモを取れと。で、今ね、こうレコーダーに携帯でね、録音しちゃったりとかね、なんかメモも写真ピッて撮っちゃったりとかっていう、そういう時代になっちゃったけど、書くことによってもう一回噛み締めて覚えろと。はい。そしてまた同じミスを繰り返してもまたメモを取れって言います。でもメモをちゃんと取るんですよ。それは学習意欲があるんですよ。同じミスを繰り返したくないっていうのを明らかにしてる人に対してはいつまでも手を差し伸べます。はい。切れないタイプです。でも、
分かってて手を抜いてる。例えば計算のミスが発生するからとかね、こう計算ってさ、店で計算ってさ、もう売り上げとかの問題だから大事なことじゃないですか。それこそさ、こう何も悪いことしなくても税務署って税務調査に来るんで、で自分に分かるようにしたってしょうがないわけ。この書いた本人とか第三者が見ても分かるように書かないと意味がないわけですよ。で暗算でミスをしましたってことが分かった時点で二度と暗算をするなと言って計算機を使わせても、見てないところで計算機を使うのめんどくさがる。これって学習意欲ないんですよ、はい、でこれはもうダメですね。はあ、もうダメだこいつって、はい、整体の施術でも結構難しい、感覚的にこう掴まなきゃいけないのってすごい難しかったりするんですよ。何度も繰り返しやんないとできないものもあるし、もうやってみせても食らってみせても食らわせてみせてもなかなかこう難しいな、感覚的に得るの難しいな。でスタッフにかけるっていうのは男性にかけてるわけなんで、女性向けの美容の施術とかっていうのは男性には 100% の動きってできないんですけど、そこから先は想像力働かせてくださいということになるんですけど、それがあまり得意にできてないにもかかわらず練習をしないやつとかいたんですよ、いたんですよ。で結局そのそういう子っていうのは例えばそう、じゃあ小顔矯正の GO って言ってユアンドで一番高いメニューになりますけど、まあね、もう一度その保証期間内にその頭蓋骨矯正受けてくれないんですぐ分かるんですよ、見てると。それはそういう人もいます。1回で満足するっていう人もたくさんいるんで、そこに関して言ってるんではなくて何人もいるんですよ。そうしたらもうこれもできてないんですよ。言ってその時点で教えた時点でうまくできてないことを練習してないんですよ。こういう人ね、もう学習意欲がない、成長意欲がない、もうこういう人はね、もういいやと、俺に関わらないでくれと思います。はい、まあ、そういう人にはもうチョキッ、はい、あと陰でこそこそなんか悪口言ってるやつとかは本当嫌いっすね。もうそれは人として関わりたくない、そういう人間は。たとえその悪口が正しいことであっても面と向かって言えねえんだったらそれはもう正義だと思わないんで、こっちが圧倒的に悪くてもね、そういうやつは本当嫌いですね。なんでそういうことやってるなと思ったらもういいやと思います。はい、めんどくさいんで。もう人生が45年も過ぎちゃったから、あとそんなに長いわけじゃないから、もういいやと思ったらすぐ切りますよ。はい、そういうところはね、治んないんですよね、そういう人は。治んない人はもういい。だからね、これでもね、結構みんな大事だと思うんで、生きていく上で、自分自身もそうだけど、成長する意欲や学習する意欲、これ絶対大事だと思うんですね。僕のね、整体師としてよくまあ言うね、自分の整体師の目標っていうかね、姿勢はですね、一生勉強、生涯成長、これが整体師の仕事って言うんですけど、まあ、そういう気持ちのない人が嫌いです。はい。こう、センスがあって、パパッと覚えちゃう人いるんだけど、それはね、いいことなんだけど、覚えるのが早いだけで技が成熟しないっていうのもあるんですよ。でその時その人のその方に対して100点取れても、違う骨格の人、違うタイプの人にはそれじゃ通用しなかったりするんだよね。だそういうのも成長する良くないねってなるわけ。で指摘してそれを直そうとするんだったら全然違いますけどね。はい、できないから責めるんじゃなくて、やろうとしないのは責めますよ。そんな感じです。よろしいでしょうか。ご視聴ありがとうございました。